はい、どうも、カッパン長です。じゃあね、沖縄から見ていきましょう。沖縄。デニーさんの話とかじゃないんですけども、この天皇皇后両陛下が沖縄訪問されたじゃないですか。されたんですけれども、それに対して、この、なんていうのかな、この反日勢。ね、沖縄にも反日勢。毎日やん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 やってる奴らいるじゃないですか。ね、この活動家の奴らがね。彼らが、ね、もう天皇皇后両陛下にこの唾吐いてったっていう。しかもね、この沖縄のこのメディア、マスコミありますよね。この琉球新報とか、琉球新報ですけども、まあ、嘘でざめこいて、ね、例えばこの天皇出席の沖縄国民文化祭に反対。いや、お前らが反対するのは別に、まあ、結構ではないんですけども、ね、堂々と唾吐いて。で、しかもそれをね、なんていうのかな、この、沖縄の人たちは、ね、この活動家じゃなくて、沖縄の人たちは、歓迎してるんですよ。歓迎のこのパレードをやるんですけども、で、それを報道しないで、なんか、2、30人か、なんか、それぐらいの、もう、ごくごく一部の、この活動家の連中の、しかもなんかね、なんか40人ぐらいの数字出してたけど、それすらいないんじゃないの？要は、反対派の奴らの、ね、なんか声をピックアップして、この記事にして報じてるっていうね。もう、なんともこの、いかがわしいというかね、この気持ち悪いというかね、いや、日本嫌いなら日本嫌いで別にいいんですけども、もう日本去ればいいじゃんね。こういう奴らはさ。邪魔でしょうがないよね。何が琉球新報だよな。笑わせんじゃねえよ、ほんと。で、まあ、こいつらが何言ってるかっていうと、天皇出席の沖縄国民文化祭に反対。シンポジウムが開催。天皇家は謝罪を引き継いでいる。謝罪すべきじゃないか。っていうなんかわけのわからんザレ言。だからもういわゆるこの、あれかな。都内とかでもさ、よくこの昔暴れてた、もう今でもあるのかな、この反転連とかさ、もう常軌を逸したもなんかそういう集団あったじゃん。変わんないよね、はっきり言って。で、なんだろうこれは。まあ、沖縄文化祭2022に伴う天皇皇后両陛下の沖縄来県を受け、天皇出席の沖縄国民文化祭に反対すると。で、題したシンポジウムが22日、浦添ベッテルハイムホールで開かれたって言ってるんですよね。で、1947年、昭和天皇がアメリカによる沖縄の軍事占領を望んだ天皇メッセージの存在などを挙げ、天皇家は謝罪を引き継いでいる。だからもう、とある半島のあの国の奴らと言ってること一緒ですよね。もう未来永劫、ずっと永遠にこのね、謝り続けろっていう、このあの、千年恨む謝罪の要求のあれと一緒ですよね。気持ち悪。っていう声が上がってるっていうニュースは報じるくせに、ね、でももともとこの沖縄生まれ、沖縄育ちの沖縄の人たちは、全然違うんですよ。天皇陛下、ご即位、奉祝、砲芸、提灯パレード。だからもう、ね、沖縄を訪れてくださって、本当にありがとうございますっていう、だから、砲芸って書いてありますからね。盾祭りお迎え、お迎え盾祭るってことだよね。だからもう全然この沖縄、まあ、そもそも沖縄メディアとね、沖縄の人たちを比べるのがおかしいんですけども、だからもう沖縄メディアをね、語る資格がない、なんか反日、日本破壊活動集団の一つですからね。新聞社を装った反日団体ですから、あいつらは。だからそれ言ったら日本のこの新聞屋全部そうですけど、だからこ、なんで本当は、本当は違うんですよ。沖縄の人たちは、この700人参加したって書かれてるかな。沖縄で天皇皇后両陛下の砲芸パレード、でも、この沖縄のメディア、さっきのね、この琉球新報なんかは、天皇来県反発シンポジウムとデモ行進、40人参加、ね、反対の声がこんなにも上がっているっていうニュースは報じるくせに、ね、歓迎の意思表示をしている県民の方々は無視するっていうね、気持ち悪いでしょ？こんな奴らなんだよね、ほんと。出てけばいいのに。琉球新報というか中共新報だろ？
だからとにかくなんていうのかな、この、まあ、とある半島のあの国のやつらと、まあ、一緒なんでね、うん、とにかく自分たちにね、この、なんていうのかな、この天皇皇后両陛下、だから天皇陛下がね、頭を下げてくれることを望むって、このどういう精神状態なんだろうね。これがもうまずよくわかんないんだよな。うん。天皇陛下に頭を下げさせるっていう、その発想がわかんない。うん。え？畑山幸雄さんの土下座じゃ何？気に食わねえのか？うん。でもこんなのは普通に日本に丸ごと喧嘩売ってるのと一緒ですからね。うん。いやもうね、これはもう不敬罪適用でいいんじゃないですか。うん。大体この琉球新報だってさ、ね、あのコロナの時のほら不正受給あったじゃないですか。ね、うん。しっかりこの国に政府にね、この税金の世話になっておいて、しかも不正受給悪さしてね、がめといて、うん。お前らにそのなんかこの国とかこの日本の何かをこうああでもないこうでもない言う資格なんかねえんだよ。うん。具体的に何をね、何を謝罪しろっつんだよ。罪を犯したわけでもない。金城天皇に、うん、公的な場でね、謝罪を求める、うん。お前らなんかどんだけ頭がおかしいかっていう。いやーまあなんかこう目立ちゃいいみたいなね。うん。日本に唾吐きながらね、目立ちゃいいみたいな。うん、邪魔だな。本当に。ね。まさに日本の害悪そのもの。うん。だって沖縄の人たちがね、せっかくね、うん、温かくね、快くね、うん、お迎えしているね、うん、なんかそういうね、このパレードだったのにね、台無しにしてくれてるよね。うん。だからもう、この、反日活動家、まあ日本全国にね、いますけども。なんかやっぱりこの取り締まりの対象にした方がいいと、っていうか対象にすべきですよね。うん。特にこうなんか琉球新報みたいなやつら。ね。うん。だって日本国内にいらねえじゃん、こんなやつら。うん。なんかそういうこのルール、ね、このなんか法律を作ってもらいたいよな。いつも言ってますけども。こんなん言論の自由とか表現の自由とかそんなんじゃないですよ。ね。もう逸脱もいいところだよ。うん。なん堂々と、うん、反日やってくれてんだよな。うん、もうよその国行ってやれよ。本国帰ってやれよ。どうしてもっつんだったら。ここは日本なんだよ。うん、腹立つな、ほんと。ということでね、初っ端からちょっと気分の悪いニュースで申し訳なかったんですけど、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。